このプロジェクトは、復興庁宮城復興局さんのユイノバという事業を通して成立したものです。で、私ども三菱商グループとしましても、継続的な皆様へのご支援策、何かお手伝いできることがないかということで、今回はマルシェという企画と、それから商談会という企画、その2つを企画いたしました。マルシェの方は、一般消費者様向けの販路開拓、販売促進の機会としていただきたいと思って、今回泉パークタウンタピオで開催することとなりました。将来的にはたくさんのファンの方を作っていただいて、ギフトとかそれから通販等でも継続的に買い求めいただけるような形になればなお幸いと思っています。それから法人企業様向けにですね、私どもとお付き合いのある素晴らしい取引先様、百貨店様ですとかスーパーさんとか飲食店舗さんとか、そういった方々におつなぎする場としてユイノバ商談会というものを後日予定しておりますので、広くですね、法人様向けの大きなお取引という機会にもなればということで、そちらの企画を開催していきます。いらっしゃいませ。はい、流します。ただいまお車へ。はい、ステップ入れます。流します。はい、ステップ入れます。お願いします。スーパーキッスト千葉市の中産加工業の復興テーマに、地元企業8社による一押しの生産加工品の特売を行っております。正直出店各社様、あるいは商業施設の関係者には少し申し訳ないんですけども、本当に素人の私が一から皆さんにいろいろとご指導いただきまして、あと皆さんの思いを預かりましたので、何か会社としても部署としても、あとは一個人としても何か一つ皆さんへのお手伝いになればという思いで手作りで仕上げてまいりました。はい、昨日はお昼過ぎからたくさんのお客様に一緒に応援していただけるというような非常に盛り上がりのある場面がたくさんありました。中にはご用意されたものが完売になるなど、非常にお客様には多くご愛求めいただけたと思います。今後とも何かお手伝いできることがあれば、ぜひご出演していただきたいと思っております。